50年代から70年代にかけて伝説的な強さを誇った MV アグスタ。その強さを支えたものは一切の妥協を許さないバイクへの熱い思いでした。今週のライナビはその思いを受け継いで MV から満を持して発表された F4 の進化についてお伝えします。この MV アグスタなんだけど、はいはい、まあ見た目ね、何度も知ってる他のバイクとあんまり変わんないでしょ。はい、ドカティとかとね、なんかやっぱり同じイタリアだから。そうですね、赤いし赤いし、ね、なんかイタリアな匂いもしてるよね。はいはい、デザインもね、はい、で、どこがじゃあね、違う、何が違うんだ、はい、まずね、言ったことがあるんですよ、はい、これは4気筒エンジンを積んでいて、つまりヤマハの R1 とか、はい、ホンダの CBR とか、はい、ああいう世界で一番速いすごいバイクのエンジンと同じ形式に積んでるんだ。4気筒っていうといろいろ実はパワーは出るけどいろんな制約もあるのね、はい、必ずしも全部だから2気筒が強かったりとかするんで、はい、ね、大きい排気量だとなおのことそうなんだけど、はい、これはエンジンもすごく小さいし、その小さいだけじゃなくて、そのなんとかな最高出力を出すだけじゃなくて、はい、そのレースでも大事なその中間のところ、そういうことをどういうふうにこう、もっと言うとカーブを走るためにエンジン使うわけだ。最近ちょっと覚えたろ、トラクションとか、はいはいはい、ね、あ、開けた方が曲がるわとか覚えたでしょ、はいはいはい、覚えました。でそのエンジンを使って走るというそのエンジンを使うということにやっぱり一番重きを置いてあって、昔のレースもそうだったんだけど、はい、この前僕 MV アグスタの3気筒をねダイナビでもやったけど、はい、当時のレプリカというかその世界チャンピオンに撮ってた当時のやつを乗せてもらったんだけど、はい、全く今のオートバイみたいに乗りやすい。でそういうことがやっぱり彼らは大事にしているし、当時の人たちのマインドをちゃんと受け継いだ人たちが作ってるから、速いだけじゃなくてカーブが面白い。でそのためにコストを全然妥協しない。見た目はそれはね、オートバイ車輪が2個あってエンジンがくっついてて、はい、カーリングがついててって、こう今、ね、構成要素はもちろん変わらないんだけど、はい、それぞれのものに猛烈にこだわりがあって、まあ分かりやすく言うと仮に止めをつけないんだよ。うーん、なるほど。そうは言っても、はい、みんなが買える値段でっていうのがあるから、はい、みたいなね、はい、まあもちろんただお金をかければいいだけじゃなくて、これはもうそこら中にその効率を考えて、バートのいい人は効率考えるから、はい、無駄なものをつけない。で無駄なものをつけないから結果的に軽いし、材料だってそのコストを惜しまないから結果的に軽くて丈夫だし、いうものの全部の組み合わせ、妥協されてない、うん、妥協ってまずしないでしょうね。妥協というかそのなんだろう、自分たちが喜びがなかったらお客さんに喜んでもらえないっていうのを散々聞いて、だお客さんのその喜びのためになんて言わないんだよ。自分たちが熱くなれるものじゃないと多分人は感動しないっていう、全然そのこう順番が違うんだな、はいはい、だから変な話、作った人たちがもう愛おしくて愛おしくてしょうがないっていう説明するんだよねもうこれはこうでこうでこうやってこうやって本当はこうだったんだよ、こうでこうで、でもなんとかこういうふうにして絶対にこっちのはいい方にしましたっていう。作り手たちの熱いこだわりがなければ MV は生まれない。そんな熱い人々の思いを目いっぱい突き詰めて限界まで理想に近づけようとした MV アグスタ。しかしその一方で経営不振という現実を排除できず、そのブランドをさまざまな企業に買収された過去があるのです。経済的に言うとね、まあいろいろあって MV も苦しい立場ですねとか言うんだけど、僕たちからするとそういう儚さで生きてきてるから MV は絶対に死なないと思ってるんで、なんかそういうことがまた素敵にまた見える材料になっちゃうかな、これが。というわけで、はい、まあこれからなんとまたその F4 のデビューの時と同じで最初に乗せてもらえるんで、私、はいはいはい、またそのご報告もぜひ、はい、次回はいよいよ新型 F4 のインプレッション。まだ誰も知らない新型 F4 の進化をメモ研が暴きます。
体どんな企業が飛び出すのか危険です。さらにライダースクラブ2月号でも新型 F4 を大特集。マイナビだけでは伝えきれない F4 の魅力をお伝えします。ぜひご覧ください。